さあ、ということで、先日ね、舞台やってきた、ですよ。マモラジネーム、クラゲのリッサさんからいただきました。マモちゃんママバンワンバンワンワンワン先日の信長ザフールの舞台行きました。ありがとうございます。間近で見たキャストの皆さんの笑顔、涙、汗にとても感動しました。またマモちゃんが全身を使って声を出し、演じている姿に心を打たれました。ただ、 次の日大丈夫かなーと少し心配になってしまいました <laughs>。次の日の仕事の心配までしてくれてるクラゲのリサさん <laughs>。大丈夫だったよちゃんと次の日僕、声、出たよ <laughs> そして、舞台と客席の一体感も感じられる。本当に素敵なお芝居でした。これからも信長座フールを愛していきます。本当にお疲れ様でした。ぜひもなしありがとうございます。わー嬉しい すごいね。熱量の高い舞台だったわけでございますよ。えー、ペンネーム、予備て希望、マリ。えー、信長座フール舞台。昼夜公演、共に見に行きました。私は、アクト2から、えー、見ているのですが、これ、第2回公演の時ね。えー、舞台、ノブフーワールドは、涙あり感動ありで毎回感動させられます。アクト3では、今回のね、アクト3。新たにキャストも加わっており、より一層面白さやアドリブに磨きがかかっていましたね。 カジ君による、信長君の名前や、フリーイジリア、変態おじさん、ジャーヌとフィニミコのダンス対決など、どれも最高に面白く楽しかったです。これも見たことない人が今聞いてたら、何事かと思うよね。間に一回変態おじさんが挟まっている <laughs> <laughs> いや、いた、いたんです。あのね、この舞台中にね、変態おじさんがね、出てくるんです。出没するんです。はい。あのね、 もう呼吸するように、息をするようにね、下ネタを言うんです。<laughs> ごくごく自然に、この変態おじさんは。はい、楽しそうでしたよ、とても。<laughs> はい、えー。もうこれで舞台の信長座風呂を見れないと思うと、えー、悲しいですが、しっかりと心に刻みました。最高な舞台、ありがとうございました。うん、すごい新しい試みだったからね。うん。あの、僕も、いっぱい刺激を受けましたよ。いわゆる、 次のメールを読めばわかるかな。えー、ラジオネーム呼び捨て希望若菜。えー、信長さフルの最終公演参加いたしました。ライブアクトの方々とボイスの皆様の息ぴったりなところはもちろんのこと。演技に鳥肌が立つほど感動し、涙が止まりませんでした。<laughs> えー、内容もアニメと違い、また新鮮に鑑賞することができました。何度見ても羽生自転車の下りは大好きです。カジ君のツッコミやアニメフリーネタでの信長君維持にも最高でした。そして舞台から吐ける最後まで手を振り続けてくださったまもちゃんにも感動しました。この大きなプロジェクトも全てやりきりましたね。本当にお疲れ様でした。そして感動ありがとうございました。これからも応援していますと。ありがとうございます。このそうなんですよ。この舞台はですね、なんと、 あの、生、アテレコなんですね。人に人が声を当てるっていう朗読劇だったんですよ。なので、あのー、ステージ上に、私、織田信長役。織田信長役が二人存在するわけですよ。体バージョンと声バージョン。なんかね、そんなことってやっぱ今までないじゃないですか。一つの役を二人で共有して、えー、向かっていくっていう。すごくね、なんか、うん。 なんか新たな感情を抱きましたね。自分よがりじゃダメだし、でも自分色を出すし、お互いのプランをぶつけ合って、あの、いいものにどんどん高め合っていくっていうね。なんかすごく、同志だし、ライバルだし、みたいななんか不思議な感覚で一つの役に向かうことができた。うん。なんかそれがね、すごく良かったんです。まあ、重複になっちゃうんですけど、役に対してとか、 あの、お芝居に対して、こう、一人よがりにならないって、実は大切なんじゃないかなって、思いましたね。うん。あの、それはうん、ともすれば、今回はその一個の役に対して二人だったけど、共演者とか、あの、周りの役者との、その、空間の共有の仕方っていうのは、やっぱり大事だから、 しっかりと相手の動きを見てとか、相手の鼓動を感じて、息遣いを感じて、お芝居をするっていう、なんか、原点にも立ち返ったような、こんな斬新な舞台で、実はお芝居の原点にも立ち返れるみたいな、なんかそんな感覚をですね、味わうことができて。で、しかもやっぱり全身でこう表現して出てくる、自分の感情とか、 音とか、なんかそういうものもね感じられて、やっぱり、うん、すごくプラスになった舞台でしたあ。ある意味こう、セリフをさ、こっちは覚えなくていいわけじゃないだから、本当に、その覚える作業とか思い出す作業とかっていうのもないわけだから、あの、ある意味こう、 その気持ちだけにまっすぐ向かっていけたというか、気持ちを爆発させることができたというか、うん。あの、すごくね、いろんな勉強をさせていただきましたね。はい。なので、あの、またいつかね、こういう機会があればいいなって思います。あの、完結したのでね、あの、信長さん、フール、 は一応終わりを見せたんですが、えー、あのぜひ皆さんこれからも応援していただけたらなと思いますね。いつかどこかでまた会えるかもしれないのでよろしくお願いしますね。